海外で技術者をやっている31歳です。自分の今の自分に満足できず、自分を変えようといろいろやろうとしてるんですが、努力はなかなか続きません。歯を食いしばってやるしかないのは分かっているのですが、何か助言ありましたら一言お願いします。何の技術者なんだろうね。何の技術者か分かんないから、ちょっと答えに窮するけど、まあ、努力が続かない理由は、努力した分収入が増えないからでしょ。努力した分ひたすら収入が増えていくような仕組みを自分のビジネスに。 あの、構築してあげることが大事だと思いますね。ただ技術を上げて収入が上がるっていう、その、何てつったですかね、技術芸をやっちゃってると、本当に苦しいと思いますよあの。技術高めても高めても大した給料変わんないとか、あの、そういうことも起きると思うので、だから自分の技術を使って、あの、例えば海外で、 働いてもなんか雇用されてるんだったら、雇用されてる以外で、うん、何か自分のその技術に需要を生むシステムを一個構築した方がいいですよ、うん。自分で販売できるというか、自分で買ってもらえるっていう、なんか独自のね。なんかそういうのを作って、そういうところに時間を使ったら使うほど自分の生活が豊かになるとか、収入が上がる。会社の仕事は大変だけど、それを終わった後に2時間でも3時間でも取って、 あの、自分が、あの、稼げる作業を、ま、副業禁止とかってこともあるかもしれないけど、副業とは言えないレベルのちょっとね、切り離したところでね、うまいことやって、はい、あの、収入を増やせるね、やっぱプラットフォームを作っていくっていうのは大事じゃないですかね。努力した分がやっぱりベネフィットがないと人間は折れるんで、俺でもそうですから、本当いつもこのお話しうちのライブでしますけど、努力の結果が、 あの、目に見えて分からない、手に入らないっていうのに努力しなきゃいけないっていうのは、人間はそれモチベーション持たないですから。だから、それが、その方法が思いつかないとか、そういうことはやっぱり、やっぱり知識不足がほとんどなので、知識をいろいろ増やして、何をする、ど、どんなものが、自分の技術を派生させて、どんなものだったら世の中にたくさん需要があって、しかもそれを多くに広告できて、 あの、回転を増やすことが、あんまり手間じゃなく達成できるのかっていう方法をもうひたすら考えるべき。うん。俺はそれを芸能界に求めたっていうタイプなんで、まあ、芸能の世界は、言ったら番組に出るっていうのは俺らの仕事だけど、仕事してお給料ももらいつつ、自分を あの本当だったら広告15秒流すのに、ね、とてつもない額を払わなきゃ流せないところを、自分が1時間番組に出続けて、自分の広告をしながらギャランティーをもらえるわけだから、こんな効率のいい仕事ないんですよ。テレビタレントをやるっていうことはね。で、知名度が獲得できて、で自分の肖像に価値がついて、 自分の話してることを、自分がパフォーマンスしたことが実績として映像で残っていくで。それを見た人が、あの人はこういう人だ、こういう能力のある人だっていう認知を広げて、さらにそこに買い手がつくっていう。 まあ、すごく、あの、広告効果の高くて、広告量がかからず、お金をもらいながら自分の広告をして、さらに、そのパフォーマンスが高ければ、広告主の広告をたくさんの人に見せることができるから、広告主の顧客満足度が上がるっていうことで、広告主の広告に対するその満足度が上がるっていうね、あの、達成率も上がるから、まあ、みんなウィンウィンになるじゃないですか。そういうことができていれば、 もう僕はスポーツやってても、体力を鍛えてても、知識を伸ばしてても、それをテレビで披露することが次々にできるから、たくさん仕事をいただいてるわけで、まあ、あの人、これも喋ってくれるだろう、これも多分喋れるだろう、これも多分喋れるだろうっていう需要がずっとあるので、それを切らしてないっていうのが僕は芸能界で仕事もらってる理由だと思うんだけど、うん、だからそういうふうに自分の技術とか、 知識を効率よく広告できて、効率よく販売することができるっていう仕組みを自分のお仕事とか生活の中に組み込んであげるには何が必要なのかっていうのを考えるのがいいと思いますけど。